皆さんこんこにちは目標は一発合格決めたら速攻スタートが鍵というタイトルでガイダンスですね始めさせていただきます。担当いたしますのはレック専任講師水野と申ししますどうぞよろしくお願いします。 それではですね。まあ、2020年向けのですね。宅建試験合格するために、さどうやって勉強すればいいのか、何をね。意識しながらやればいいのかというですね。まあ、勉強法のですね。ガイダンス説明ですね。それをですね。まあ、30分程度お話しさせていただきます。で、まずですね。2020年に宅建試験をもう受けようと決めてる方もいらっしゃると思います。 でこのねガイダンスはまず決めたという方向けなんですよ。あの受けようかなどうしようかなーってね宅研取るとこういうメリットがあるよっていうのはまたちょっとベースのね話になるんでねじゃあ受けようかな受けるかなじゃあ受けましょうってなったはいそっからの話です。でまずはいまずレジュメがあるんですよこのレジュメはい試験概要。 10月の第3日曜日10月18日の予定です。はい、20万人人と非常に気高いでこのまあデータとかはね、うん、結構最近もね20万人ずっといて増えて人気の資格ですよっていうのはねまあいいんですがまずはそのうんんなんかこの情報うんんというよりも受けるんですよね。で受けるんだったら受かればいいな受かりたいなじゃダメなんですよ。もう受かかるるるととと決決める、はい、合格すると決意することです意こいで 受かればいいな受かりたいな、はい、まず24万3199人みんな申し込みの時は受かりたいなと思ってます7,000円も大金払うんですよ振込手数料もあったらもっとですよえ写真代もかかるんですよそんだけ苦労して願書出したら受かりたくなくて出すやついるわけないじゃないですか、まあ、中にはね不動産会社の人間でねう受けさせられるからやむをえずとそれでもね受かりたいと思ってますよだってもうやれ勉強しろって言われないんですよで卓球持ったらちょっといいことあるでしょ まあ最近資格ってあって出ないような会社さんも多いですけどねでもやっぱり出るところも多いですあとはやっぱり持ってた方がちょっとかっちょいいじゃないですかや、ね、っぱり受かりたいですよね受かりたいですよねうん、受かりたくない人なていないんですよでもそんな受かりたいなじゃ受からない時代なんです受かると決める、うん、今年受かる2020年受かると決めてくださいこっからなんですよまずはうん、ね、結局ね受かりたいな受かればいいなって思いながらやるんです でね、それは悪いことじゃないしみんなそうなんですけどもでも最初の決意が緩いとねあの絶対こうなんですよあのこの謎研試験はやっぱり直前期結構精神的にきつかったりしますよ模擬試験でなかなかいい点は取れないとかね、うん、あのいい点取ってたはずなのに、ね、直前だったら忘れちゃったとかね、うん、もうすごくこう人間ってそんな準備万端でしっかりとね万全な状態でいけるってなかなかいけないんですよ。 そうすると直前になってちょっと自信なくなっちゃったりとか、うん、あとは勉強が思いを済まないとかあれ仕事でトラブルとか多くてなかなか時間作れないとちょっと心の中で今年ダメかもみたいに思っちゃったりするんですよ。その時ねいいですか受かればいいな程度だとうんまあ今年はちょっと忙しいからまあ、うん、来年でもいいかなみたいに諦めちゃうんですよ。もう諦めめたたたららおおおししししままままいいいそそこででっっててて漫画がありましたねそううなんですよ絶対受かるって決めてたらうず もう仕事が忙しいろうと体が疲れようとなんだろうと模試で点はあるからとなんとか受かんなきゃいけないから直前も何とかしようってなるじゃないですかそのそこの最後のねこの気力が違ってくるんですよ、うん、だから受かるって決めてくださいえ受かりたいなだとだいたい直前期になんかイレギュラーなね模試で点上がらないとかなるとねあのまずねあの体調が悪くなるんですよ体調がいやー俺なんか最近さ首が痛くてとかね えなんか胸が痛くてとかねえ腹痛くてとか血痛くてみたいなねもう痛いところがいっぱい出てきてねもう周りに、ね、もうなんか満身そういうアピールもうなんかもう,もう体が弱いもうダメだみたいなねそうなっちゃうんですよ、うん、もうはっきり言って勝てる要素ないですよ、ね、もう体調悪いアピールまあ結局こういうことですよ。え大して悪くないのに落ちた時にかわいそうだって思,う思ってもらうために伏線張ってるんですよね。 うん、あとはねやったら仕事が忙しくなったりするんですよ全然暇なくせにいや忙しい忙しいって残業でやったらしだすんですね働き方改革っすよ今の時代は、えー、早く帰って勉強してください、えー、ところが、えー、自信がなくなるといや忙しい忙しいみたいな感じでなかなか帰んないでね、うん、まあ多分きっとね落ちた時にね慰めてほしいんでしょうねお前直前期なんか残業で忙しかったからなしょうがないよなとねうんでもね そういう周り慰めてくれるね、周りもね、影で笑ってんですよ。はい、つまた、また残業して出して、あの、またとこでしもたっけしけ、だめだな、はあ、みたいね。そうなんですよ。だからね、もうね、受かると決める。こんなんで、五分も使ってしまいました。でもね、これが一番大事なんです。はっきり言ましょうね。どこの学校行こうか、どこのテキストを使うか、何やろうか、どういう勉強しようか。これができなかったら、話にないし、これができたら、もうどこも同じ。ええ。 あ同じとか言うとレッコの宣伝しなきゃいけないからダメだから、あのー、今のなし、えー、でもねはっきり言ってねどこでもいいんですよまずはこのやれるかやると決めれるかどうかなんですやるって決めなかったらやめた方がいいですよ、うん、だって受かるって決めれないでねもうなんとなく始めるぐらいだったら無駄ですもん時間とお金、ね、やめましょうよこんなの、ね、んな無駄なあがきは若干、うん、絶,絶対受かるって決めてください、えー、そうすると受かりますからじゃあ受かると決めたよし俺は私は受かるでも勉強しないとやっぱ受からないんで。 うん。だから半分って言ったらそこです絶対今年受かると決めたもうやること半分終わりですじゃあ残りの半分はちゃんと勉強なんですじゃあ勉強するときにどうするって話でまあ、見てくださいよ合格点だいたい合格率15%から17%の間で、まあ、だいたい合格ラインが決まるで1、5と、5、7、5とこれ合格点ってあの試験によっては6割取れば合格っていう試験もあるんです じゃあ今回、卓球試験は何点取れば合格ってないですよね。31、35、35、37!35。35まあ、過去最高は37ですが、36の年もあります。あと28点とか20点台で決着の年もあります。これ、大体いい上位合格者15%、17%あたりを切って、そこのラインが合格点になるという。だから難しければ合格点は下がるし、やりやすい問題なら合格点は上がるという、まあ、そういうシステムです。だから何点取ればいいというわけじゃありませんが、はい。 このお勉強をするのに卓球試験の勉強をするのに、うん、まずどれぐらいかかる300時間って言われるんですね。で別に300時間というのはあくまでも目安です。どれぐらいって言ったら300時間これが平均ですよって言われてます。もっと早く合格するやもいし1,000時間やっても受からない人はいます。じゃあそういうのは何が違ってくるのかとまずは決意のところもありますがねやっぱ勉強の内容だったりするんですよ。その勉強の内容ではい合格ための学習戦略。 鉄則満点狙わない、はいはこれです満点を狙わないなんか「絶対受かると決めた!」「満点狙わない」矛盾するような感じもねする方がね感じる方がいらっしゃるようなんですがあの本当にこれはね口を酸っぱくしていたい満点狙うなあ,あのー、例えば2019年「悔しい思いました」「絶対2020年は合格」ね「絶対レベンジャーしる絶対受かるぞ」っていうね うんじゃあそういう方だとよしじゃあもう満点近く取ったれみたいにねあの意気込みはいいんですよその意気込みはでも本当に満点を狙う勉強すると来年も危なくなるんです。うん、それは何でかというとこれあの何のデータかというと受験生半分以上の人ができる問題50%以上の問題をうちも持たせれば合格者になれるという。うん、まこれもう図で数字読むのは私めんどくさいからもうなんか最近動画も入ってきて読みにくいからまあ、後で見て,てください要は 満点を取らなくても合格するというより、合格者の正当率の高いもの。五十パーセント以上のものを取れば、合格点に行かないときはないですよね。むしろ、釣りが来るぐらいですよね。そうなんですよ。だから、正当率五割ということは、みんなができるものをちゃんとできるようにしておけば、合格はするんです。難問・疑問はいらないんです。それなのに、受からなかった人というのは。え いやーもうちょっと勉強不足だったなーもっと難しいことをやんなきゃっていう,もう思考回路が逆なんですよ。え基本ができてない大事なことがブレてるからあやふやだから受かってないのにえ難しいことをやらないと点が伸びないって思っちゃってるというもう完全にもう勉強というものの本質が分かってないとダーなんですよもったいないんですよ。だからねあの容量悪い人に限って満点狙い出すんですよ。でもうね 積んでるエンジンが違う頭の質が違う人っているんです。あ私は無理ですよ、全然ね。そんな無理ですよ。だけどね、本当に天才的には記憶力がいい人もいるんですよ。あい満点狙えば満点近くで受かりますから。それは素晴らしい。私の講義とかなんて聞かないで、講義聞かないで自分でやってください。まあ、それで余裕があるんで。ね、ところがやっぱり仕事をしながら家事・育児しながらやりながらやるってすごい大変なことなんですよ。そうするとね、うん、やっぱりね、満点とか狙うと、 結局何でダメなのかっていう話をするともう図は今日は版書は出しませんけどね満点を狙うでまずは宅見試験って試験実施団体が出す範囲が決まってるんですじゃあこれをねじゃあこれじゃあ丸10とします前半を10としますさあ問題ですこの10出ると言っておきながら問題ですどれぐらいねどれぐらいのところが合い,い まあ30何点合格点プラス何点のこの50%以上の問題で出てくるか10出ると言っておきながら毎回同じところが出るんですよ2なんですよ、うん、要するに10あるうち、まあ、ここでかかればいいですね晩酌な際に、ねはい、10、はい、ここが出るよっていう大風呂敷広げときながらここ2割から3割ですパレートの法則って聞いたことあります でこの2割のところやれば8割方大事な部分、ね、入ってますよっていうそういう法則なんですけど宅検試験も近いんですよで2とか言うと油断しちゃうから3ぐらいにしておきますが要は毎年宅検試験って漠然としたのがものすごい広い範囲でこれ範囲が指定されるんですあの次のページにあるように宅検試験は広く浅く出題されるってありますねそう広いんですこの試験は国家試験の通りもと言われてるぐらいでもういろんな うん、例えば民法、まあ、まあ民法って言ったら、まあ、行政書士とか司法書士とかね、あとは労、えー、弁護士とか、うん、あとはそうです、ね、区分所有法っ,て言ったらマンション管理士、管理業務、就職者、そして税,税法っ,て言ったら税理士さん、FP ファンダーションプランナー,、えー、あと表示の登記、えー、これ登記、えー、土地家屋調査士、もうさまざまな資格のベースになってるんですよ。 その前範囲を網羅してるんですよ不動産鑑定士とかさまざまな、ね、資格をもう,もう範囲に入ってるんですよ。こ、はい、んなもん全部やってたら5年以上かかりますって。えー、だけど卓球試験はその全範囲の中から広い範囲だから大事なところ2か3ぐらいなんです。ここでで合格点点プラス何点か作られてるんですところが毎年重箱隅ををつくような問題我々はそういうの初見の問題初めて出た問題とか言います。あとは10年に1回出るか出ないかの問題。 これ重箱の隅を突くような問題ってこれから言いますからね今から、ね、この話の中ではじゃあその重箱系の問題満点を狙うというのはこの2か3もそうですがこの重箱も全部やらなければ満点は狙えませんよねじゃあその満点狙うために全部やるとどうなるかさっき言ったように頭の乗っけてるエンジンが違うもうスペックが違う人は満点狙って満点狙って満点近くで受かるんですよ全部覚えちゃうんで ところが普通の一般的な方は、ええ、全部やろうとすると全部ぼやけるんですぼやけるとどうなるか問題見て見たことない問題はないけどもあれ2と3とどっちが正解かな二つには絞らんだけどいつも裏書かれちゃうんですよねみたいな問題ばっかなんですよじゃあそうなると結果的に合格点いかないんですようんあのあやふやにね何万もの知識持ってても全部あやふやったら知らないのと一緒です、ええ、逆に 300の知識でも確実な知識があったら万の知識あやふやな人よりも点数上がるんですよだから満点狙っちゃいけないっていうのはですかリップサービスで言うのはおかしいんですだから宅建試験は35点とか37点、ね、満点狙わなくても合格できるから満点狙いでいきましょうっていうのはそれはもう言い方が絶対おかしいです、ええ、もう講師のリップサービスですそんな大変な試験じゃないからさというね罠ですよそんなものは、うんはそんな優しいもんじゃないです だけけど本当に満点狙うとななんでいけないか全体がブレるから大事なところがブレるから全体がブレじゃない全体をやると大事なところがブレるからあやふやになるからだから満点狙わないでこの重箱の隅よりも何度も出てる大事なところを徹底的にやるそれが合格のために必要な内容なんです。うんだからねあの、まあ、よくねやっぱりこのテキストもそうだしね、まあ、講義でもそうだし、まあ、ダメだった方。 反省するときにあの学校はねこの問題扱ってなかったからもうダメだみたいねうんもうね多分その言方って来年もダメなんですよ、うん、結局そのやんなかったからダメなんじゃなくて大事なことがあやふやだから合格してないんですこんなね大事なところなんてね外す学校ねえんですよ当たり前ですどこだってねえんですよだってプロでやってんですよこんなねえんですよ そこをちゃんとやれば合格するんですよ。どんな講義やって合格するんですよ。どんなテキストやって受かるんですよ。ちゃんとやることをやれば。うん、なのにそこができてないから合格しない、えー。それが分かっていただけるかどうかなんですよね、うん。だから出てないことが出てるからそれをやろうとすると満点狙う勉強になります。はい、来年も危ないよいよよとう、ね、これは、ね、忠告しておきますよあとに、ね、じゃあどうやって勉強すりゃいいの講義やっぱり講義聞いていただければこの大事な2課さんというのを徹底して繰り返して理解してすり込みを図ります。 だけど動くの方もいますよね。そしたらやっぱり何を使うかったら過去問ですよ。で過去問という言葉でちょっとここのところは書いてなんかあんまりないかなーっていうところなんで、じゃあ書いておきますね。過去問、過去問徹底的に繰り返す、徹底的にやる。はいこれ忘れないでください。過去問です。であの勉強って人間というか大人の試験なんでこの試験はね。 いや過去の問題よりも予想問題いっぱいやった方がいいんじゃないって思う方はいるんですね、えー、なので大変容量悪い人です、うん、過去問ですなぜなら過去に出てるからですいやだから過去に出てるんだから出ないんじゃないの過去じゃなくて未来見据えてこれから出る問題予想問題をやった方がいいんじゃないのと違うんです過去に出てる問題がこの試験の本質なんですなぜならそもそも皆さんこの卓研試験というのは 何のための試験なんですかこういうの制度趣旨って言いますけどね何のための試験ですか宅地建物取引士になるためですよねじゃあ何の,何の資格なんですかそれはと、うん。重要事項の説明という要は法律的な商品なんですよ不動産のこの法律説明をできる能力があるかどうかを測ってる資格なんですよじゃあ過去出てる問題はその能力を測るために出してるんですよね じゃあなんで測るために出してるかって言ったらそれは大事だから出してるんですよねその知識が取引士として大事だから出してるんですよねじゃあその知識は今年も来年も10年後も20年後も同じなんです過去に出てるところはその試験の本質その試験で大事だから出てんですだから過去問を検討せずして受かるわけがない裏を返せも過去問をしっかり検討してしっかりやればやりければ受かんないわけがないんです うん、なのになのにいや過去問じゃ受かんねえよとかっていう、ね、な,なんですかねもうそういう向こう系狙うような講師とかもね学校とかもあったりしてもう売るためにね教材をねもうなったりするんですよ。過過過去去去問問問なななんんんででですすす絶対ただもうあまりにも最近ね「過去んじゃ受かんねえ」とかいうやつが出てきてるんですよね。なんでそれ頭おかしいこと言うんだろうなてかって,っていや私もね、まあ、自分の価値観だけでやるのもなんだからやっぱ考えたんですよねでねでこれね。 結局なんでそういう過去問じゃ受かんないとかって言い出すかというと、過去問をやるというのを、過去問の答えを覚えちゃってるだけの人が多くなってます。だ過去問、卓研試験はとにかく過去問とかってね、まあネットとかね、合格者もみんな言うじゃないですか。合格者は過去問しっかりやれってね。そうすると、うん卓研は過去問だなーって,って過去問をね、まあ何度も繰り返しちゃうんですよ。そうするとね、例えば、2000何年の問いのいくつは正解番号。これ問題見てると、 1>, うん1番いきなり1番が正解なわけねえだろうな2番3番あこれ1番 3, 3番ぐらいが正解だと思ってけどいきなり1番が正解詞だったやつあってねもうなんか問題読んでてあこれが1番が正解詞だったって覚えちゃうんですよで1番に丸して答え見て1番当たったよしでそれがその年の問題40点いつもオーバーするんです「過去問はできるんです」「なのに受かりません」っていう風になるんですよ、うん。おそらく過去問というのをちゃんとやったのに落ちた。 受からなかったという方は過去問のやり方が悪いです過去問の結果答えだけを覚えてるだけですなんでその足がバツなのか正しいものを選びだったら正しい1番丸じゃあ2,3,4誤ってんですよなんで謝ってるかって理由付けすらやられてないんですよそれをやってください要は過去問をやるというのは過去問の答えを覚えることではないこれを忘れないください 過去問というのを素材にしてそれをちゃんとどう聞かれてもどう,こうぶれてこう引っ掛けられてもちゃんとそれが分かるようにできるようにするそのためには何で×なのかっていうのは最低限やるしあとは×の足を丸にする練習例えばここ、ねあのー、30日っていうのが罰と×とここ2週間にしたら2週間以内に届けてったら丸だなとかねそういう×の足を丸にする練習そういう の過去問をちゃんとしっかりとね検討して潰していけば受かる試験なんです過去問だけじゃ足りない試験っていうのも言われて私の感覚ではねあの合格率10%でねやっぱね変わる感じなんですよ合格率が一桁台だと過去問だけだとちょっと足りねえなと過去問の周辺もいるなところが合格率が10%超えてるは宅検試験15%、はあるんですよで15%っていうのは甘い試験じゃないですよ 考えてください、15%って100人いたら85人落ちるんですよ。15人しか分かんないんですよ。まあ小学校の頃ね成績優秀でね、うん、いやいつも1位だったじゃあ達見式も余裕じゃないですか、うん。だけどやっぱり上位7人っていうことは要は43人。やっぱ43人に入ってる方が達見勉強する方がやっぱり確率は大きいですよね。うん、だから やっぱりちゃんと上位に入らなきゃいけないそのためにはどうするみんなができることをちゃんとできるようにする過去問をちゃんとできるようにするそれを一個一個丁寧にやるというのを忘れないでくださいだから勉強の素材は過去問なんですよで、じゃあなんで模試とか問題集やるのかって言ったら過去問をちゃんと習得できるかどうかをそれを確認するために模試とか問題集オリジナルの問題集をやるんですだからあのオリジナルの問題集だけをね求めてやって ででも効率あるんですよ過去問を徹底的にやる、うん、じゃあなんで過去問だけでレク、えー、とかね資格の学校は模試とかやらせんのって言ったらその過去問がちゃんと入ってるかどうかブレた出し方要は視点変えて出されてもちゃんとできるかどうかを確認するその過去問をより確実にするために問題集をやるオリジナルの問題集をやるということなんですよ。うんだからオリジナルの問題集をやる予想問題をやるのは悪いことじゃない当たり前ですけど、うんうん、じゃなきゃ出しませんって。 えそんな害になるものを、うん、だけどやっぱりそのも過去問を答えだけ覚えちゃってるっていうそういう人がいるからそうやってね問題集とかやるだからねあの講師の先生方もね過去問じゃ受かんないっていう先生はみんなそうです、うん、あの過去問が大事なのは分かってるんですでも過去問だけだと答えを覚えちゃってもしんないからもしとかねちゃんと受けて、ね、やりなさいよとちゃんと習得できてるかどうかえ 答えを覚えてるだけじゃないかちゃんと見たいなさいよっていうね、まあ、そういう意味だと思いますよということなんですようん、だから過去問を素材にしっかり勉強するそうすれば合格をしますでもその過去問を答えを覚えてるだけじゃダメだというのは忘れないでくださいで今満点狙っちゃいけませんっていうのと過去問をちゃんと一個一個しっかり検討するというお話し,しましたこれ合格の三大原則と私は言ってますが満点狙わない過去問をしっかりやるでもう一つあるんですよそれがここに書いてあるはい4番 法律は改正される。改正があるんです2020年は法改ねで今年初めて受けられる2020年初めて受けられる方はいらっしゃいますよね。か、う、え、ん、ってよかったと思いますよあの。まだやってないじゃないですか。じゃやってなければこれからやることをやりゃいいんです。大事なことをやりゃいいんです。ところが。 昨年一昨年もう今まで発見試験をチャレンジしてきた方は民法大改正なんですよで、まあ、全然勉強してなきゃね初めて受けるのと同じレベルだから、まあ、チャレンジャー精神で全然いいんですけどちゃんとやってた方はもう頭入っっちゃってるんですよその頭に入っちゃってるのを一回忘れてクリアにしてでまた入れ直さなきゃいけないそこがね2020年は大変だなと思うんですよね。 うん、でこちらの問題をご覧くださいってありますが初めてやってる方はこんな問題わかんないそうですだって勉強まだ始めてないんだからえいところがちょっと簡単に言うとね今回語にでであるると主張できる、はい、なんか古い防空壕があってこんなんで建物建てるのにものすごい費用かかっちゃうそんな場合えこれ「勧告」っていう勘違いで「無効」ってやつなんですよ。で前まででは丸だったんですよところが今年から民法改正で罰になる。なぜなぜら語は 無効ででであるる取り消しができるようになったんです無効というのと取り消しは違うんです。無効は最初からない、取り消しはなかったことにできる。作語は取り消しです。だからツになるんですよ。というね、今まで過去の問題が丸だったのがツになったりする。ということは、はい、法律の改正される、改正で決まる。で、改正で決まるというのは、まず改正点をちゃんと知らなきゃいけない。うん、そのためにまあ 最新のテキストを使うのは最低限です。最新の。あの例えば、達見試験って、えー、ブックオフとかね、あとメルカリとかね、ラクマとかね、まあ、あるじゃないですか、ヤフオクとか、うん、あるので教材買って、やる人もいるんですよ。別に悪いことじゃないと思いますよ。安くね、あげようという。ところが、丸の足がバツになってる、バツの足が丸になったりするんですよ。どうですやれますそんなんで、試験。やれますやれないでしょ。おうん。あの、別にね、レックの方が売れてもね、私のね、 銭に一銭もならないんですよう。だから別に新しい教材変えて商売と言ってんじゃねえんですよ。新しい教材でやらないとこれ結論変わってくんでね。だから先輩にもらったんですと良かったねとでそれを参考にするない,いんですよ。あの合格者がね持ってた参考書ってやっぱ合格者のツボがわかるからそれを参考にするのはいいんですけどそれで勉強しちゃダメです。だって古い情報かもしれないんで。 えー、だからね、うんまあ、お金を惜しんで安くあげるっていうのはね悪いことじゃない節約するのは悪いことじゃないと思いますけど、まあ、少なくとも法改正で大きな法改正があるんだからちゃんと新しいテキストでねチャレンジするべきだと思いますよっていうね、うん、ところが、まあ、ここ言いたいところでございます、はいで。あと時間がない人との効率的学習法ってなってますが、まあ、結局今やってるのは宣伝なんですよ。うん、学校来いよっていうねであのこれあの 宅建試験も独学で受かってる人います、うん。で、ネットとかだとやっぱりね、宅建を受か独学で受かるでしょみたいなね、うん。ネットの住民結構優秀な人も多いんですよね。うん、だからもう独学でやる人もまあいるしいや、全然できるんですけど。それでも、やっぱり効率というのを考えたら。試験受ける、それは仕事に必要だ。だったら、あまり時間がない。じゃあ、時間を効率的に使うのは、やっぱり聞いちゃった方が早いです。あの、本とか読んでて、理解できても、違う。 捉え方をしている可能性があるんですよあとはどこが大事だかって言ってもらった方が楽ですよねだからここにも書いてある皆さんね、宅建試験だけに、ね、今年は全てを注ぐ時間の全てを注ぐっていう人はあんまりいないんですよだってね仕事かかるあとねあの専業主婦の方とかでも家事、育児がある、ね、お料理作んなきゃいけないお金のものかなきゃいけないもう様々な時間というものの合間にやらなきゃいけないんですよね したらもうやっぱりこう結果的に早く聞いて大事なところをね情報を聞いてやっちゃった方が早いっていう部分はありますよねだからまあ独学っていうのは悪いことじゃないでちなみにねあの私はね独学の方がね好きなんですよなんでかというと絶対取取れれっってて言われて取った資格は一個もないんですもう全部もう趣味というかねあの別にその仕事ですぐ必要だからじゃないんです。 多分私ね、性格的にね例えば不動産会社にって宅建取れてれたらやらない部類なんですよ。いやいやいや宅建持っててもさ売れなきゃダメっしょ。多分そういう性格です。えー、もう前で勉強しないでもう売り上げだけちょっとぶっちぎってねほらお前持ってたって売り上げ上がんねえからって多分そういうタイプなんですよ。やれと言われるとやんないんですよ。でもやれって言われないからやるんですよ。でその時にね資格の勉強って独学ってねそのゲーム的な感覚になれるんですよ。 ここをやれば浮かんじゃないかというそういう楽しみ方でやってる人は別に浮かんなくてもいいから別に好きにやれなんですでも早く浮かんなきゃいけない早くお金にしたい早く資格を生かしたいっていうんであればやっぱりこれね学校とか来た方が効率いいんじゃないのっていうねまあ話はありますよねという話ですで。あとは決めたら速攻スタートっていうのがあるんですが鉄は熱い位置に打て例えば今ね皆さんねこれ動画聞いていただいてるイコールちょっとやる気出てるんですよね。 いやなんかやれそうな気がしてきたやれよで最悪あのまあとりあえず今忙しいから来月って言うと鉄が冷めるんですよえやろうと思ったらやるもうやるこれねあのやんなきゃやんなきゃと思っててやろうと思った時にやらないとねだいたい人間ってなんか始めようっていう時にちょっとやるのが嫌だなって言うとこのやらない言い訳を考えるんですよね 今は忙しいからとかちょっと体調悪いからとか、ね、明日何があるからとかね、うん、もうね鉄圧一流でもう思い立ったが消えずもうやるってなったらやるで、やり始めると結構面白くなったりねうん、どん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 入り込めるんだねだから決めたら速攻スタートが鍵というのはもう思ったら忙しい何も関係ないもうとにかく始めるえ、やってみてください それなりに勉強進んでいきますから、まずきっかけで、まずは第一歩踏み出さないとね。始まらないので、うん、ぜひ第一歩を踏み出していただいて、宅建試験合格を。もぎ取っていただきたいと思います。はい。で、あと、まあ、最後になりますけど、この宅建試験って。権利関係、宅建業法、法令助成金、税収など。分野が大きく分けて三分野なんですよ。その三分野。全部同じように平たく、暗記項目として勉強はしない方がいいです。あの、民法、やっぱ考え方です。 なんでなんでなんでそうなるのっていうねその考え方一を聞いて銃を知れるとこです、まあ、よくね民法はね暗記じゃなくてハートで解けって私は言うんですけどもあの民法の考え方をもってすれば民法ってちゃんと日本語が読める状況を読める読み取れれば当たります細かいこと暗記よりもまずは考え方ですでそれに対して宅建業法は引っ掛け引っ掛け引っ掛けなんですよ もう覚えていても出し方が意地悪なんですよね、うん、だからひっかけどころを探すゲーム、うん、そのためには過去問やってひっかけ方を学ぶだからテキストで暗記するただ暗記,暗記じゃなくてどっちかというとひっかけどころを探すゲームひ、うん、っかけパターンをちゃんと持っておいて常にああまたここは例外2つあるからとかね もうその引っかけその引っ掛けというのに引っ掛かからないように問題をちゃんと引っ掛け過去の問題やって引っ掛けどころをちゃんとつぼを得ておくそれがね大事ですだからただの暗記じゃなくて宅研業法は問題の時き慣れです問題の出され方をちゃんと分かっておくっていうのが大事ですあと法令上制限はどっちかというと単純暗記なんですよ知ってるか知らないかなんですよただ法令上制限はやっぱり言葉がこの試験って大人の試験なんでえ大人というのは 今まで知らないことが入ってくると拒絶反応を起こすんです。ところが、この法令上の制限というのは、今までまちづくりのね。用語なんて見たことも聞いたことないの、何かうわーっとくるんですよ。いやこれが大変なんですよね。だから法令は苦手意識持つ方多いです。でも、それをなるべく噛み砕いて分かりやすい言葉でね。イメージ持ってやるっていうのはね。我々講師の仕事なんですよ。うん、だから、まあ、ただ暗記だったらもう本当にテキスト読んで過去問を見てもう覚えなきゃいけない。これ覚えればいいじゃないですか。 もうそれをなるべくね分かりやすくしてやるような努力はしてるんでね。うん、でも都道のつまりクイズです。うん、だから法ール上線にはクイズ。だからそのクイズで覚えなきゃいけないことをやりやすくするためにまあ、我々はいるんでね。まあぜひねあのまあ、うん、このレックのね講義を使っていただきましてね合格勝ち取っていただけると。 幸いでございます以上でございますはい、まあ、短い時間ではございましたがね、えー、この決めたら速攻スタートまずはやろうと思ったらとにかく受かるって決めてえまずは第一歩を踏み出して合格を勝ち取ってください以上になりますはい、それではですね、えー、本日のガイダンスの方は終わらせていただきます皆さんお疲れ様でした